みんなこんにちは。はてなくんだよ。どうして夜になると猫の目が光るんだろう。今日は猫ちゃんにお話聞いてみたよ。やあ、僕は猫。なんで夜になると僕の目が光るのかって。僕ら猫は夜行性だから夜動き回る動物なんだ。だから暗いところでも物が見えないといけないよね。それで夜でも目が見えるようにいろんな工夫をしているんだ。どんな工夫かって、その秘密をこれからお話しするね。例えばみんな、モウマクって名前聞いたことあるかな。目の中にあるってことは知ってる？うん、その通り。網膜は目の中にあってね、外から入ってきた光を映像にするんだ。外から入ってきた光が網膜にぶつかると映像になるんだって。ところで、僕たち猫の網膜の後ろには光を跳ね返す反射板がある。鏡に光を当てると反射するようにね。僕たち猫はこの反射板でわずかな光を倍にして網膜に跳ね返すんだ。わずかな光を倍にすることによって、ほとんど光のない暗闇の中でも物をよく見ることができるってわけ。暗い中で僕たち猫の目が光るのはこの反射板で光が跳ね返るからなんだ。ただ目が光を出しているわけじゃないから、全く光がないところでは光らないけどね。他にもこんな工夫をしているよ。僕たち猫の目は昼は長く夜は丸く開いているよね。これは明るい時には瞳、黒目を細くして入る光の量を少なくし、逆に暗い時には瞳、黒目を大きくして光をたくさん入れるため。一般に夜行性の動物の目は僕たち猫と同じように少しの光でも取り入れて物を見ることができるような作りになっているんだ。他にもフクロウ、テン、ヘビ、キツネなど夜餌を探し回る動物の目は光るよ。今日のまとめと補足。猫は網膜に光を反射させることによって光を増幅する。この時光を跳ね返すことによってキラリと目が光るんだ。猫は人には何も見えないような暗いところでも見ることができるんだよ。ちなみに猫は人の目と比べて7分の1の光の量でも十分に見ることができるんだって。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。